と思うのです。今日は ZOZO タウンの夏服購入品をやっていきたいと思います。もうね、買ってきましたよ。こちらですね。じゃ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 ーん。今回5万円分、いや5万円分ちょっと超えちゃったんだけども、約5万円分買ってきました。そう、でもやっぱ可愛いもの多くてね、ちょっとやっぱね予算オーバーしちゃうんだよねそう、本当に久々に ZOZO タウンで買い物したんだけど、可愛い、もう選んでるだけでも楽しかったねっていう感じで、全部紹介していきますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではレッツゴー。最初が、ガリャルダガランテの、トップスになります。こちらの方がブラックの、フリーサイズ 13,860円になっております。こんな感じで、で分かる通りブラックのトップスで、レースっていうのかな、ちょっと変わった柄のものでございます。よく見るとお花柄なんだよね。そう、かわいいよね。でこうちょっと透け感がある感じで、ちょっと長めなんだよね。ちょっと着てみます。一度着てみた感じこんな感じです。割と丈長めかも。お尻が入るか入らないかぐらいの長さになっております。今ね、下にブラックのトップス着てるので、ここの肌の部分しかちょっと透け感わかんないんだけど、このね透け感がめちゃめちゃ可愛くない？ここがいいよね。あとうち的に推してるのがやっぱこの袖の長さ。そう、袖が長めなのがいいなと思って、ちょっと上着着た時とかにもこう見えるのが可愛くないっていうのがあるので、まあ長めにしたいなと思って探してたらありました。そうで、あとでこんぐらいのなんて言うんだろう、透け感だと夏も着やすいじゃない。なんかこう上着着たら暑いし、でもなんかこの辺ないとちょっと寒いかもみたいな時、そう、そういう時にすごい便利かなと思って、まあちょうど今の時期気温差がすごい激しかったりとかして、なかなかねこう洋服選ぶの大変だなって思ってたんですけど、もうこれさえあればね、ちょっとある程度はそういうの解消してくれるんじゃないかなと思って、そう、これ買ってみました。夏越えて涼しくなってきた時は上にジャケット羽織って、ここにチラッとねこう見える感じ、こういうのが可愛いかなって思っております。あとやっぱ近くで見るとね、こう花柄になってるのがいいよね。ネックはねちょっと広めで丸い。あんまりこういう形のものを購入したことないんだけども、どうだろう、なんか私の骨格に合ってるのかもちょっと分からず買ってみました。でも透け感がある分、ここがすごいヘルシーに空いてるので、そこはなんだろうね、こうすっきりして見えてる部分はあるんじゃないかなと思います。全然いける？大丈夫か？やっぱネットで買うとね、ちょっと不安になるとこあるよね、こういうの本当にこのネックとかあんま使ったことないけど似合うかなとか心配してたけど、大丈夫か？大丈夫そうだね。こんな感じです。なんかなんだかんだ今からの季節も使いやすそうだなと思って、ちょっと T シャツとかそういうカジュアルなものが若干私苦手、そうカジュアルすぎてあんま自分の持ってるお洋服にちょっと合わせづらいかなって思ってたとこがあるので、まあほんと T シャツ代わりみたいな感じでこういう感じのを着ていこうと思います。じゃあ次、続いてがカプリシュルマージュのこちらラップスカートレイヤードパンツベージュの 14,960円でございます。ベージュのパンツを買いました。すごい私にしては珍しいカラーかなって思うんですけども、このカラーがねすごい写真で見て可愛いなと思って買いました。なんとこんな感じでちょっとミニスカートみたいな感じがついてます。最近さ、まあこういう感じ、長さかかわらずこういう感じでプラスするものがすごい多い気がするんだけど、これもねそういう感じです。もうねくっついてるから離れることはないです。でちなみに横にチャックみたいなのがついてて、すごいシンプルです。後ろがですねこうウエストゴムになったりするので、結構そういうところはね融通効くかなって思います。ここについてるポッケはもしかしたらちょっと飾りかも。ちょっと履いてみます。待って、履いたけどこれめちゃめちゃいいね。こんな感じです。なんとサイズほぼぴったり、ぴったりじゃない？
感じです。丈も問題ないし、こうすっごいゆとりあるんだけど、めちゃめちゃまず生地が軽い。びっくりした、この生地の軽さに。全然夏いけるんじゃない？もう夏物って感じの軽さする。あとね、すっごいハイウエスト、私もこんなにハイウエストなんだってびっくりしたんですけど、すっごいハイウエストなので、すごいスタイルアップ見えて綺麗。あとここね、ここにセンタープレス入ってるからめちゃめちゃ綺麗。なんか基本的にやっぱ黒のイメージがすごい私あるし、自分でもね、なんか本当に黒アイテムばっか買ってたから、ちょっと夏っぽく明るめな、軽めなこう素材だったりカラーもちょっと取り入れたいなと思って、ちょっとベージュ買ってみたんだけど、あんまりベージュ買ったことないから、これも似合うか不安だったんだけど、もう可愛いから買ってみました。ちなみにブラックもあったんだけど、この感じだったらブラック絶対間違いないかも。でも今回私結構ブラックめのお洋服多いので、まあ合わせるという意味で今回ベージュにしました。でもいいかもこれ、めちゃくちゃ軽いし、後ろのねウエストがゴムなおかげで結構ね余裕ある。うん、意外とね、食べ過ぎてもこれ大丈夫かも。よく最近食欲があるからかめっちゃウエスト気にしちゃうんだけど、うん、ウエスト部分は全然問題ないので、ウエストのところでこうサイズ間違うことはあんまりないんじゃないかなと思う。すごい使いやすい、これはいいですよ、当たりです。続いてがアンのギャザーボリューム紙ワンピースのネイビーのフリーサイズ5720円でございます。合ってますかね、アンってそう読むらしいです、調べたところ。本当にちょっと心配なんだけど、そうらしいです5720円ですよ、すごい嬉しい価格帯なんですが、めちゃくちゃ可愛いんですよこれ。ワンピースなんだけども、こんな感じの胸元がこういう V タイプになってて、で紐がね結構調節、ちょっと肩の部分ができたり、あと下の方が結構ボリュームがあったりとかで、すごい可愛いんですよね。ちょっとこれも着てみますね。ちなみにネイビーって書いてあるんだけど、どうだろう、私の目視じゃ割となんかもうブラックに見えるブラックなもの買いすぎてブラックなものになんか見えんのかな、ブラックに見えない、全然なんかネイビーな感じはそこまでしないので、よかった。ブラックのワンピースが本当は欲しかったんだけど、ネイビーとあともう一色明るめのカラーがあって、まあそれだったらネイビーがいいかなと思って買ったんだけど、結構ブラックっぽい感じで、これもいいですね、着てみます。こんな感じになります。このさ下のボリュームめちゃくちゃ可愛くない、ボワーってなってる感じ。今ちょっとユニクロのキャミを下に合わせてるんですけども、こんな感じです。そしてこのね見てよボリューム、このボワッとしたボリュームがめちゃくちゃ可愛くない。しかもなんとねこちらポッケついてます、機能面もあるというまさかの驚きです。すごいよねこの形が可愛くて購入しました。あとはさっき言った肩の位置が調整できる話なんだけど、後ろがね紐がね調整できるようになってて、こう上にこうやってビューって引っ張ると好きな長さに変えることができます。なのでもうこれ本当にどなたでも使えるというか、自分の身長とかね好みの丈の長さに合わせて調整ができるので、これめちゃくちゃ便利です。まあ後ろリボンだったり結べばもうこんな感じで完成です。もうこれで簡単にできちゃうのでめちゃめちゃ楽ですね。でもこれね買って実際着て一個ねわってちょっと思ったことがあって、そうなの、こんな感じですっごいボリュームがある分、横もわかるかな、こんな感じでね横こう空洞があるんですよ。でねここねもう見えるんですよ。でしかもこの下もあわよくは見えちゃうんですよ、ここ空洞だから。そうなのでなんか下は着なきゃいけないんだなって。そう今キャミソールとスカート履いてるんですけど、だからワンピースとしてちょっと1枚着るにはもしかしたら難しいのかなってちょっと今思ってます。どうやって着ようかなっていう。そうそう夏とかだとちょっと暑いじゃない、
ちょっとインナーみたいなタイプで履かないといけないし、まあ、キャミソールかなんかこうブラトップみたいなやつはまあ必須、まあ、それはもともと必須だと思うんだけど、一応こう見えるってことはちょっと意識した方がいいのかなって思います。でもこれもすごい可愛くて、こう1枚さらっと着ただけでこの夏の主役っぽい感じになるので、すごい可愛いなと思ってます。じゃあ次ですね、ブラックバイマウジーのリボンハット8800円でございます。ハットを買いました。前にねハットも買ったことあると思うんだけど、今回はブラックを購入しました。可愛くない？こんな感じですよ。ボリュームもしっかりあるタイプになってます。こんな感じで結構大きい。私がハットかぶるのちょっと珍しいね。あんまりないんだけど、ちょっとさ夏今年ねやっぱこういろいろとお出かけしたいなっていう気持ちがありまして、で基本的にインドアだからあんまりそんな外出ないんだけど、ちょっと夏はお出かけおしゃれしてお出かけしたいなって気持ちもあるので、こんな感じで夏のお出かけ楽しめるようなものを買っていました。でも完全リゾート系だよねこれ。海とかプール系になっちゃうと思うんだけど、こんな感じですよ。めちゃくちゃ可愛くない？大きいね。でもねこんな感じ、もう夏のバカンス完成じゃないこれで。もう完全にこのワンピースに合うかな、可愛いなと思って買いました。そうブラックじゃなくてね、普通のこう麦の形のハットも可愛いなって思ったんだけど、そういや黒を持ったことないなと思って、黒もシックで可愛いかなと思って買ってみました。でも唯一難点なのはやっぱ大きいからね。あんまりこういう帽子かぶってお出かけしたことないので分かんないんですけど、これは街中歩けるのかしら、どうなの。自分の好きなものだったら全然気にしなくていいかな。本当にリゾート用のなんか物って感じになっちゃう気がするけど、これもでもファッションの一つとしてめっちゃ可愛いなと思います。これもお気に入り。じゃあ次、 C ユナイテッドアローズのストラップカップヒールでございます。この SY って書いて C って読むんだね。初めてこのブランドでね購入してみたんだけど、このシューズのブランドすごく可愛いね。もうそもそもね、たくさん可愛いものがあったんですけど、私は今回こちらを選びました。すごい上品で綺麗ですよね。でヒールは結構フラットめにしております。そう割と私結構お外出る時とかもそうなんですけど、靴は割と歩きやすさ重視したいので、そこまでこうヒールあんま高くないものとかを結構好むのもあって、ローヒールのものにしてます。でもこのちょっととんがった感じとかさ、やっぱ大人っぽくて可愛いよね。でもこういうさ、この紐の部分、ここの部分がこうちょっとセクシーな感じにも見えてね、可愛いなって思っております。こうジーンズとかでさ着た時にここがちょっと見えてるだけでちょっとこう、あ、一つこなれてる感じするなってなる気がしない？これがさないとすっごいシンプルなパンプスだけど、これがあることによってちょっとこうおしゃれなパンプスなんだなってなるので、これ可愛いなと思ってます。ちょっとこれも履いてみよう。まさにこのワンピースとか夏っぽい感じに合う気がする。ちなみにこれまで一回も外で履いてないので、そのまま履いちゃいます。はい、履けました。こんな感じ見えるかしら。あんまさこんなこんな見せ方しないよね。でも可愛くない？大人っぽいんだけど、でもローヒールですごい動きやすいし、ちなみにね先端が尖ってるからといってこうすごい指が詰まってる感じとか意外とないです。こう縦がその代わりすごい長いのかな、そんな気がする。もう実際にはここまでしか足の指が入ってないので、もうここから先はね本当におしゃれな感じでついてるってだけで、もうそこまで足もここに入ってるだけなので圧迫されることもなく痛くなくて、これすごいいいなって思いました。でちなみにここのブランド他にもやっぱ可愛いのたくさんあったので、ちょっとねいろいろとこれからもチェックしてみようと思う。これはね本当におすすめのブランドです。だいたい1万円ぐらいでシューズがいろいろ買えたので、おしゃれシューズこう探してる方とかちょっとチェックしてみてほしいかもです。めっちゃおすすめ。
最後ですね、最後がミクさんのこちらシュシュになります。シュシュこれですね、久々にシュシュを買いました。懐かしいと思いつつ、でも私が想像してるシュシュってやっぱすごい可愛らしい感じの、すごい昔、ほんと小学生とか中学生とかもうそういう感じなんだけども、もう最近はおしゃれなものも可愛いものもたくさんありますね。で今回はシュシュだけど、こうゴールドのものがついた、こうちょっとおしゃれな感じになっております。こういう風なさ、夏とかになった時にこうシュシュとかでね、サササッと結べたらすっごい楽じゃないですか。しかもシュシュってやっぱ中のゴムがすごいしっかりしてるからちゃんと止まるしさ、であとはこういうゴールドもあることで、こうもうパパパパッとお団子してまとめただけでね、簡単にちょっとアクセサリーみたいな感じでつけられるので、これ持っといていいじゃんと思ってそう買いました。ちなみにちょっとこうブレスレットみたいな感じでつけとくのも可愛いしね。なんかブレスレットな感じつけるんだったらもうちょっとボリュームあるシュシュでも可愛いかなと思ったんだけど、うん、でもこんな感じでもすごいいいかなと思います。ちなみにちょっとお素材がツルツルめな感じなんですよ。がっつりサテン、サテンなのかなこれ、ちょっとこうスルスルな感じなので、そういうとこも上品味があって、そう今の私の年代的にも使いやすくていいなと思っております。でちなみにもうこれはすでに購入して届いてからかなり活躍してるので、あ、これから夏もっと髪の毛ね結ぶことが増えると思うのでこの子には期待しておりますっていう感じですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。本当に久々の購入品だったんですよ、 ZOZO タウンでね。全部可愛いね。今回は割とやっぱ自分の好きなカラーのブラックがやっぱ多めだったんですけども、まあブラックの中でもかつこう夏っぽいものを集めた、可愛いものがたくさん購入できたんじゃないかなと思いますので、ぜひね一つの参考にしてみていただけたらと思います。ある程度揃ってきたかな、お洋服どうだろう個人的にはまだまだ買いたいところはあるんですけども、はい、こんな感じで徐々に揃えてますので、また集まったルックブックなんかもやりたいなと思っております。はい、ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。